こんにちは、粟田洋介です。今日はこの麻布を使って、5年前ぐらいに私が考えた、なんつうんだろう、なんか周りが毛羽立った絵を描くものの作り方を紹介したいと思います。確かに私が考えた作り方なんですけど、もしかするともうすでに同じようなもの、もしくは似たようなものを考えて作ってる方がいらっしゃるかもしれませんけどね。まあこれが実際に作ったものの写真なんですけど、周りは麻布をほどいてこんな感じでふさふさふさみたいな感じになっています。麻布の上に描くのはデコボコしてて描きづらいのですが、これは真ん中をくり抜いてちょっと額みたいな感じにしてあります。で、今回は四角くくり抜かない方法でやっていこうと思います。用意するものは麻布とキャンバスと、あとは木の板ですね。で、木の板に麻布を貼るんですけど、この麻布を木の板にちょうど良くなるような大きさに切っていきます。何かな、こんな感じでとりあえず切って、でこれは木工用ボンドで貼り付けます。麻布は結構水分を吸い取るのでたくさんつけます。結構な量の木工用ボンドをつけました。で、ちょっとこれを乾燥させます。で、ちょっと乾いたので次の工程はここの糸ですね。これを取っていきます。ここがほどけていきました。するとこんな感じのふさふさができました。ここがちょっとこうなっちゃってるんですけど、これはちゃんと立たせます。そしてこのこういう風になってるところ、ここがあんまり曲がってると、この部分がこういう風に糸をほどいてった時に斜めになっちゃうと綺麗にこういう風にならないので、ある程度この網目とこの木の板の四角ですね、それを揃えて貼りました。斜めに貼ると、それはそれでなんか面白いものができるのかな。まあそれはそれでまた別のものになるかもしれないんですけど、こういう風にするにはある程度きっちり揃えて貼った方がいいと思います。で、その次はジェッソを塗っていくんですけど、ここに直接ジェッソを塗ると絵の具ののりが良くなります。でもこの麻布はかなりデコボコしています。デコボコした感じを生かして面白く描きたいという場合はすごく面白くなるんですが、特にこの小さいサイズだとちょっと私にはデコボコすぎるので、ここに直接キャンバスを貼ろうと思います。この布の目の方がこの布の目よりも細かいので、スムースに描けるようになります。なので布をだいたいこの大きさに合うように切っていこうと思います。ちょっと切り目を入れて、ちょっとこの周りがボロボロになっている方がいいと思うんですよね。このパサパサがちょっと楽しいなと思います。だけどこれちっちゃい方がいいかもしれないな。ちょっと小さめに切ってみます。ここよりちょっと一回り小さめにした方がなんかいいかな。まあ切ったし貼るっていうのもまたいいと思うんですけど、ちょっと内側に来るように切ってみたいと思います。ちょっとこのふさふさがひどすぎるんで、ちょっと切りますね。こんな感じになります。ちょっとある程度長さを揃えたいので、カットします。こんな感じですね。キャンバスこんなちっちゃくなっちゃいました。で、ここに貼ります。なんか絵を描くのはこの大きさになります。で、
ここにジェッソを塗っていくんですが、ジェッソは絵の具の定着剤で絵を描きやすくします。それからジェッソには接着効果があって、ジェッソを塗った時にここに、あとジェッソには固めるっていう効果がありますというかジェッソを塗ると硬くなるので、ここの部分もピーンとなります。でちょっとジェッソを塗っていきます。ジェッソはよく振った方がいいです。すごい量を吸います。キャンバスをくっつけて、大体でいいから真ん中にちゃんと貼りたいな。この折れちゃった部分ですね、全体的にこの手先を揃えて、こんな感じになりました。絵を描く部分がこれでできました。では乾くまで待っていきます。ジェッソが乾きました。ちょっとこういう毛羽立った部分を切って揃えていこうと思います。毛先がかなり揃いました。次はここに色を塗っていきます。ではここに絵を描いていくのと、これを壁に飾れるようにしていきたいと思います。ちょっと毛先がパサパサの筆で描いていきます。
ブラシも使っていこうと思います。やっぱり普通の筆の方が描きやすいです。こんな感じで表面の絵は完成です。なんですがこれで終わりではありません。表に普通のキャンバスを貼ったので普通に描きやすかったです。2017年にこういうのを作ったんですけど、目の粗い麻布にそのままジェッソを塗って描いたので、ここがかなり凸凹で、今描いたみたいな感じの絵だとちょっと描きづらかったと思います。実際に海で拾った海藻とか貝殻とかそういうのを貼りました。後ろは壁に掛けられるように紐がついています。で、こっちの方も裏は今こんな感じなんですけど、まずは絵の具を乾かして、それからニスを塗って、それから壁にかけられるようにしていきます。絵の具が乾いたのでニスを塗っていきます。まあ、こういうの作ったの5年ぶりなんですっかり忘れてたんですが、これを作るのかなり手間と時間のかかる作業です。なので動画の方も長くなっていますが、ここまでお付き合いありがとうございます。まあ手間と時間がかかった分、作品も面白いものになればいいんだと思います。そして動画も面白いものになったらいいなと思っています。ではちょっとニスを塗っていきます。ニスが乾いたので、今度は後ろにフェルトを貼っていきます。裏に木工用ボンドで貼っていきます。わざとちょっと大きめのフェルトを貼ったので、余った部分をハサミで切っていきます。私はこれを貼る前にフェルトをぴったし機能大きさとかに切るのが難しいので、私の場合はこうやって後から切る方が綺麗にいきます。まあある程度になりました。フェルトを貼ったら次は後ろに紐をつけます。こういう額装用の金具をつけます。あとはネジを2本ですね。多分この辺なので、およそこの辺のところ、多分ここだな。ずれちゃった。まあいいや、この辺だな。多分この辺。
したら学装用の紐ですね。私はここに先に通すのが好きです。で、それでもう一個つけて、でここで結びます。で、もう片方もだいたいこんな感じかな。でここで結びます。この辺ですね。余分なところを切って、で完成です。裏がね、こんな感じでつけました。さっき手間と時間がかかるって言ったんですけど、なんかそういうアナログの時間のかかるスローライフみたいのを楽しむにはちょうどいいんじゃないかと思います。今ちょっとアナログって言ったんですけど、私はデジタルを使う方がもっともっと時間がかかってしまいます。まあそれはどうでもいいんですけど、長時間の動画ここまでご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。